皆さんこんにちは、猫ニラでございます。はい、今回は何クレ13クレ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12クレですね。12クレ開封していきます。で、前回のこのオーウェンと同じ査定で蹴ってるんですけど、あのオーウェン出た2クレ後にパックの向きが変わったんですよ。でそこはパックの向きを変えてそのパックが変わったっていうことを示唆しますっていうことが公に書いてあるゲームセンターなんで、まあ変わってるとは思います。はい、1クレ目から開けていきましょい。お、セバスチャン・ローデ。ローデもね、怪我がな、まあ、僕のイメージですけど怪我をたくさんしているイメージがあります。2クレ目、デヨング。デヨングも能力高いんでディフェンス16あるんですよね。これもね気になってるんですよ。スタミナも高いし気になっている1枚。はい、3クレ目、モレノ。はい、オーバーラップ。4クレ目、サントン、ダビデ・サントン。これアーリークロスですよね。まあ、インテル縛りでエリア通ってましたね。すごいなって思いました、僕は。ある日、あの、68回大会の東京・神奈川エリアで、インテル縛りがエリア通ってましたね。ピャニッチ。これが6クレ目。シルベストリー。はい、これももう何枚も出てるな。で、シルベストリー C6、7クレ目、谷口がね、金髪になってましたこの間の川崎戦の、まあ、スカパーの街でハイライトっていうやつを見てるんですけど、あの基本的にはね FC 東京の試合は全部見て、あとは時間があるときは他の見ますけど、基本的にはまあ他のチームの J リーグの他のチームの試合は街でハイライトで見る感じになるんですけど、谷口がねインタビュー受けてたんですけど、めちゃくちゃ金髪になっててびっくりしました。金っていうかもう白、ラフィーニャ。髪の毛もねなんか短くなって。ラーム、このね、このラームが自動オーバーラップするのかどうかなんですよね、僕が気になってるのは。ちょっと今あの SOC の方のラーム使ってるんですけど、これもちょっと試してみようかな。一回差し替えて、ムニルもね、ちょっと WCCF ではパッとしないですよね。ちょっとこれは11クレ目ですね。ジャクソン・マルティネス。はい、でラスト、これがね光もんです。多分パックは変わってると思う。変わってなかったらなんで向きが変わっとんのやって話になるんで。え、デヨング、いやー、デヨング、オーウェンの後ってデヨングたくさんあった気がするんだけど、変わってないのパック、それとも変わってたのにパック頭がデヨングってこと、どういうことだ。ちょっとスリーブがいいのないんです。とりあえずこの69ってやつに入れますけど、どういうことだ。紅葉する陶器変わってないのかな。だとしたらパックの向き変えないでほしいですけどね。はい、というわけで今回は、デヨングでした。でラームの黒とか出たんでちょっと試して、まあ、ブログなりなんなりで使用感の方は、伝えさせていただこうかなと思ってます。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。